グッドキャリア企業アワード2019シンポジウムの会場です従業員の自律的なキャリア形成に取り組む受賞企業の表彰が行われます現在政府は誰もがその能力を存分に発揮できる1億総活躍社会の実現に向け働き方改革や人づくり革命を進めております改革の目指すところは働く方々が より良い将来の展望を持ち自分の未来を自分で作ることができる社会です人生百年時代を見据えて働く方一人一人が主体的にキャリア形成を行いその能力を存分に発揮できる環境を整備していくことが求められていますグッドキャリア企業アワード2019の表彰に移ります今回は応募総数54社の中から対象5社 イノベーション賞5社が受賞となりました大賞伊藤忠テクノソリューションズ株式会社殿おめでとうございます <laughs> おめでとうございますわれわれオフィス改革のハード面それから 働き改革におけるそのソフト、制度と入えるソフト面、それとその今回の受賞の理由になっていると思いますが、キャリア支援を、キャリア形成の支援をするというハート面を、この3つの面からいろいろ社員に対してサポートすることをやってまいりました、今回のこのキャリア形成をするということに関して非常に認められましたので。 まあこれを機にです、ねえー、さらに、えー、社員に対してきちしたそのキャリア形成の支援をしてです、ね、この受賞に恥じないように、えーまあ、社業に推進してまいりたいと思います大将、SCSK 株式会社殿、おめでとうございます。 私ども実は2013年にキャリア支援企業表彰というのをいただきましてそれ以降も実は社員の皆さんのキャリアをどう育成するかという,ようなことでいろんな制度を整備をしてきてございますそうしたものが今回評価をいただいたということで大変嬉しく思ってございます 一方で、えーと、私どもとしては、あの制度だけではなく、本当にあの社員の皆さんが成長し、それを実感いただけるってのことがあって、初めて、まあ、目指すところに近づけるのかなというふうに思っておりますので、今回の表彰金にちょっと気持ちを引き締めて、まあ、さらに頑張っていきたいなというふうに思ってございま大象日鉄鋼材株式会社殿、おめでとうございます。 おめでとうございます。当社は人と技術を大切にするという理念のもとで志を持って働き変革に挑戦するという、そういう風土づくりと人材育成に努力してきました。今回受賞をいただきさせていただきまして、本当に嬉しく思いますし、名誉なことだと思っております。今回の受賞を機にですね。今度は人材の成熟化を進めまして。 まあ、当社の目標であります、顧客、地域に貢献する働きやすく生産性の高い職場作りに邁進していく覚悟であります大象日本生命保険総合会社殿、おめでとうございます。 生命保険事業というのは、えー、お客様、そして社会からの信頼の上に成り立っている事業ということですが、えー、それを支えているのは、人へに人ということでございまして、えー、5年前からです、ね、人材価値向上プロジェクトというものを社内で立ち上げまして、えーえー、一人一人が固有の強みを持ち、えー、生涯にわたって活躍できる、えー、たくましい人材になると。 いうことを目指しまして専門性の強化そしてキャリア自立支援という取り組みを進めてまいりましたこうした取り組みをご評価いただきましたこと本当に嬉しく思っております これからの環境変化というものを見据えますとキャリア自立支援というのはますます重要になってくるというように思っております多様な人材の多彩な活躍につながりますように引き続きさらなる取り組みを邁進,進していく所存でございます対象株式会社三井殿おめでとうございます おめでとうございます今回、このキャリアグッドキャリア企業,企業アワードを取れたのは、ね、今日ここに来ている佐藤 GM、ちょっと立っていただいて、頑張ってくれました、ぜひ拍手をいただけたらな、嬉しいです、<laughs> 本当にご苦労様 <laughs> 当社はですね、仙台から、仙台で設立5年です、5年で156名の企業になってます。 でやってる事業は保育事業、あと障害児向け事業、そして障害者向け事業、えー、高齢者向け事業、えー、をやっておりますで、5年でここまで大きくな,れた,のなれたのも、ですねやはりや会社でまず社員が辞めない環境、要は働きがいのある環境というのをですね、えー、必死になって作ってきた成果かなというふうに感じております、まだまだ東北、今、東北から結構若者がですね首都圏に流れていってるんですね。 でで、すのでこういう賞をいただいて、我々は東北にもまだまだ元気な会社がいっぱいあるというのをです、ね、これを機にどんどんどん伝えられれば、東北に若者が残る、そんな東北にしていきたいということで、我々はもっともっと成長して、ですね、もっともっと発信をすることで、東北を活性化していきたいなというふうに感じております。イノベーション賞の表彰に移ります。 グッドキャリア企業アワード2019イノベーション賞コニカミノルタウィズユー株式会社殿おめでとうございます。 我々コニカミヨタグループのです、ね、障害者雇用を担当している特例子会社になります。現在、知的障害を持った社員がです、ね、約800人働いています。障害を持っている社員がです、ね、やりがいを持って楽しく働いて、そしてそれから業務のプロフェッショナルとして成長していくことをです、ね、いろんな取り組みで支援を続けております。 我々設立で七年目になるんですが、今回ですね、こういった賞をですね、いただけたことを本当に光栄と思います。ええ、コニカミノタスは昨年ですね、あの、大賞をいただきまして、今年ですね、我々がいただけたこと、本当にありがとうございます。今回のですね、受賞をチャンスとしてですね、さらに取り組みを進めてまいりたいと思います。ノベーション賞、日本電産株式会社殿、どのおめでとうございます。 ます。私どもはここ数年グローバル人材の育成また社員のやる気であったり成果それに応える形それに納得社員が納得感を得るような制度運営に取り組んでまいりましたこのような取り組みが評価されましたことを本当に嬉しく思っております当社は100年後も成長し続ける企業づくりを目指しております その中で、社員一人一人が個々の能力を100%、いや120、120%発揮できる、そんな環境づくりをこれからも進めてまいりたいというふうに思っておりますイノベーション賞服部農園有限会社殿、おめでとうございます。 5年間、えー、社員さんたちと一緒に努力した結果が、こ,うこの賞をいただけたと思っております。えー、農業界初めての賞ということなので、えー、今後の農業の発展に少しでもつながるように、えー、頑張っていきたいと思いますイノベーション賞、三井住友海上火災保険会社殿、おめでとうございます。 おめでとうございます。キャリアのですね、えー、支援に一番こう取り組みに力を入れている今日はですね、えー、と弊社のですね社員も出席しておりますのでちょっと紹介させてください高崎さんこの2013年度以前からですね取り組みを継続していただいております皆様一度拍手をいただけたらと思います。 多様な全社員が健康で,です、ね、生き生きと活躍し続けられる会社をですね、作りを目指して、引き続き社員の自立的なキャリア形成支援に取り組んでまいりたいと思いますイノベーション賞三菱ケミカル株式会社殿、おめでとうございます。 弊社は2017年に3つの科学会社が統合いたしまして、それから三菱ケミカルとなりました、その時にキャリアサポート室という室が新設されまして、そこで初めてこういったキャリアに取り組む活動が始まっております。会社としては、一人一人の能力が最大限に発揮できる会社を目指しています。 キャリアで自律的なキャリアデザインを支援する職場として今回のこの賞を励みに今後とも邁進していきたいと思います審査員を代表いたしまして一言審査の経過についてご報告をしたいと思いますま今回大賞とイノベーション賞というまそれぞれ5社ずつ決まったわけですけれども大賞の方が上位でイノベーション賞が下位という そういういいものではございません、えー、まあ対象というのはあの企業全体でこう取り組んでいらっしゃってでしかもその、まあ、成果が非常にこう顕著に出てきているとそういう企業に対して対象というふうにいたしました。それからイノベーション賞は、えー、まあいろんなことを取り組んでいらっしゃるんですが中でもこの辺とってもいいよねっていう、まあ、そういうところに注目をいたしまして。 でえー、なおかつあの、その企業だからできるという話ではなくて、えー、こういう取り組みって、他の企業でもできそうだよねっていう、まあ、そういう視点で、えー、選んでおります基調講演として、リブースト河合さんが、令和時代における企業と従業員のキャリア作りの新しい関係性とはをテーマに、講演を行いました。今回のアワードはどうう思われますでしょうか 素晴らしいアワードだと思ってまして、もっともっと多くの企業様、エントリーいただければなと思ってます、こういったアワードをです、ね、受賞するということが、会社様の企業力を上げると思いますし、従業員の皆様のいわゆるこう従業員一人一人のキャリア作りを開けていくと思いますので、このアワード、素晴らしいようにもっともっと世の中に広まっていけばなと思いますどうしたらいいか分からないっていう企業も多いんじゃないかなと思うんですが、はいね そうですねやっぱりまず経営方針があって、組織方針があると思いますので、経営者の方が従業員の方に対して何を求めているかが最初のステップなら気がします。今回、受賞された企業さんは、やはり経営陣の皆様がどうしたらいいかを明確にされて、組織ビジョンを作った上で、従業員の方とのキャリアの方向性をすり合わせるなと思いましたグッドキャリア企業アワード2019、受賞企業を交え、パネルディスカッションが行われました。コーーーディネーターは法政大学藤村教授 パネリストは SCSK 篠原さん、日鉄鋼材石川さん、日本生命今井さん、服部農園服部さんです。グッドキャリア企業、社員が成長できる企業とはをテーマに討論が行われました。今回受賞された企業は意識の高い企業ばかりだと思うんですが、一般の企業にアドバイスをするとしたら、 何かありますか？あの、やっぱり企業としては自分たちのこう経営計画に沿って人員を配置したい。まあ、そのそれがまずありますよね。で、従業員はそれに従うものだっていう。そういう考え方が非常に強いと思います。でも、本当にそれでいいんだろうかと。とまあ、企業価値という。つまり、その企業が社会に対して提供しているものが何かでいいものを提供しているから。 おお客様はお金を払ってくださいそのそういうものを提供し続けるためにはやはりちゃんとした仕事をしてくれる従業員が必要で,でそういう人たちを育てていかないと、えー、やっぱり5年後10年後には困ったことになると。将来の我が社をを支えるる人材を育てるためにもコストを使っていく給料っていうのはコストであると同時に実は将来に対する投資なんだと。だからその 従業員に対して払っている給料は我が社の将来を支える投資だというこういう意識をもう少し持ってもらうと、えー、企業の経営もだいぶ変わっていくかなと思います今回のシンポジウムおよそ200人の方が集まったということなんですが皆さん熱心に聞いていらっしゃいました社員のキャリア形成に意識の高い企業が多いんだなと感じましたこういったイベントから新しい働き方が広まっていくのかもしれませんね